はい、どうも皆さん、こんにちは、もち TV です。今回もウィニングレベルアップ2018やっていきたいと思います。ということで、こちらですね、またまた新しいアカウント。4代目?4 代目になります。4代目のアカウントなんですけど、はい、これね、始めたばっかりです、ウィニングレベル。まだね、ほんと手つけてないで。始めたばっかりでも、なんやかんやプレゼントで、6万5千もらえるっていうのが、まず一つあって、はい、ライブ視聴キャンペーンがでかいのかな。そうだね。結構ね。5万もらいました。今回ですね、まあ、リセマラの話の動画なんですけど、はい、黒角がね、1個今回来てるっていうのが、まあ、でかくて、前回だとレジェンドの確定ガチャが、はい、無料で確か引けて、ね、ただ今回のね、レジェンドは250円かかっちゃうと、マイクラブ。まあ、これをね、課金するっていうのも、もちろん別に人それぞれいいと思うんですけど、はい、まあ、今回はね、そこじゃなくて、黒角がせっかく1個もらえてるんだから、はい、黒角のそのリセマラ、うん、すべき選手っていうのは、まあどんな選手なのかなというのをちょっと説明していこうかなということで、はい、まあ基本的に、今回も、多分始めやすい、ウィニングレベルがめちゃめちゃ始めやすいっていうのは、うん、まあこの黒角があって、ですね、で、なおかつ7日目で黒玉のボールがもらえるんで、はい、まあ基本的には始めやすいですし、今やっているイベント、とかもこなすことで、金額だったりとか、うん、ガチャ券がいっぱい落ちる。そうだね。感じにはなってるんで、はい、本当に選手は強化しやすいということで、リセマラ始読なんですけど。じゃあまあ、5位から、はい、言っていこうかな。言っていきます。はい、ということで、第5位なんですけれども、アレクシス・サンチェスと。まあ、最初に始めるんだったらね、うん、やっぱ前目の選手から狙っていきたいっていうのがありますし、あとサンチェスの、はい、いいとかこの全体ができるんで、基本的にこの後のガチャで誰が来てもサンチェスをうまくこう当てはめることができるっていうのがこの選手のかなりいいところで、能力的にも本当申し分なくかなり強く、強いね、まあ本当に何でもできるタイプの選手なんで、非常に最初にいると、あ、これ使いやすいなって思うことは間違いない。センターフォワード、 ST、 オフェンシューミッドフィード、左、右、5個できるからね。だから順応感がすごいよね。最初に始める上での便利屋で、うん、しかも最強クラスに強いっていうのが、うん、まあ、この5位のね、コンディション程度も7段ありますし、うん、まあ、まあ持ってるスキルもこんな感じ、チェイシングもしっかり持ってて、まあ、ラインブレーカーなんで、そう、普通に CF として、うん、使ってもらってもいいと思うんですけれども、うん、結構ね、比較対象になるのがこのアザールっていう選手と比較対象になって、うん、まあ、アザールとじゃあどっちがいいのって言われると、確かにアザールの方がボールコントロールとかドリブル系はいいんだけど、うん、だサンチェスの方がいいのがやっぱ決定力がまず最初から75でサンチェス81なんだよね、うん、であとやっぱ決定的なのはここで、うん、コンディション安定の部分がアザール5に対して7なんで、うん、でね、アザールもサンチェスも使ったことあるんで分かるんですけど、アザールはちょっとやっぱりね、不調が多いかな、4よりの5か、そう、ちょっとそういう印象をやっぱ使用してて感じるんで、そういう意味も込めてアレクシス・サンチェスを今回は多いに選出して、基本的に今から始めるそのリセマラのランキングなんで、うん、はい、リセマラする上で考えなきゃいけないことは、選手がね、そう、おそらく最初に始めるときは絶対いないはずなんで、うん、こういうコンディション安定度の部分で、うん、例えばアザールが真下向いちゃったから使えませんってなっちゃうと、一気にね、そのオンチャレとかでも負けにつながってきちゃうんで、うん、 そうだね、そういった意味ではなるべく高いサンチェス、あとはやっぱ決定力の部分で、ね、決定力の部分、ね、試合でやっぱアウィニングレブンアプリというか、まあ、ゲーム大体そうですけど、うん、点決めないと勝てないんで、そう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 、なるべく点が入る感じの黒玉がまあランキング的には上位にいるのかなといった感じで、まあサンチェス5位ですね、はいはい。ということで第4位なんですけれども、第4位がリオネル・メスイ。ここで神来た。ここで神様です。まあこの選手はもう本当に能力値で見れば、なんかこれ1位じゃないのっていう。そうなんだよね。1位でしょ、メッシが、うん、って思うんですけど、メッシはね、ちょっと使えない人がいる。そうだね。中に、メッシ使える人はメッシでいいんですけど、うん、メッシが例えばゲットしたら、はい、メッシを練習メニューに持ってってもらって、はい、メッシのね、このちょっと触り心地というか、うん、そういうのを確かめてほしいかなっていう感じで、うん、だからね、中にはメッシ使いづらいっていう人がいるんだよね。結構、そうだね、うん、コメントとかでも。メッシよりも、なんかもっと分かりやすい、うん、強いしね。強い選手の方がいいんだ、みたいな人が。良くて、はい、メッシはね、結構技術がある人は本当に強い、そうだね、強くなる選手なんですけど、ちょっと使い手というか、ね、ボディバランスが若干ちょっとやっぱ見てもらえば分からないですけど、61位なんで、うん、ちょっとね、やっぱ後ろからこつかれると、ちょっとテク必要だよね、その前の事前のテクみたいなのが必要になってくるし、うん、リセマラで最初に始める上で、うん、
まあじゃあ上手いか下手かっていうのはなかなか分かんないんで、そうだね、まあ、ただねやっぱ言うて能力値は能力値で、まあ言うて強いよ、もうぶっ飛んでるんで、うん、まあ、世界最強の選手ということで、うん、まあ、この4位。そうだね。あと、まあ、一つ、やっぱり4位なのは、スタミナですね。うん。スタミナがやっぱり71なんで、ちょっとガス欠早いんで、そうだね。前半だけとか後半だけになっちゃうかもしれないから、そういうあれも込めて、まあ、4位かなと。うん、そうだね。まあ、一応試合全部使いたいっていうのはあるんですけど、ね、まあ、ただ、それをやっぱ補ってあまりある、まあ、超能力みたいな、うん、感じがあるんで、そうだね。まあ、この順位かな、はい、言った感じですかね。でね、第3位なんですけれども、ネイマールだね。はい。まあ、ちょっとメッシの、はい、メッシより上に来ちゃったということなんですが、はい、これはね、まあ、ウィニングイレブンで愛されてる男というか、うん、ネイマールしか持ってない固有のダブルタッチっていう技が、はい、ネイマールだけが持ってるんですけど、あれはやばいんですよ、ね。あれがアプリで発動させると、まあ取れない。まあ取れんな。というのがあって、まあ、はい、超ストロングポイントを一つ持ってるっていうところと、うん、スピード瞬発決定力、まあ、上の部分の決定力かな。決定力はサンチェスと同じだね。なんかここでも、こう左のウィングに対する決定力の高さみたいなのが出てるのかなっていうのが、やっぱネイマール決めるからね。うん、ネイマールは多分一番ドリブルしやすいんじゃないかな、みんな。うん、だって簡単にスワイプするだけでさ、固有のダブルタッチが出るわけじゃん。うん、あと多分一番、多分ね、メッシよりもドリブルはやりやすいと思う。うん、だからね、ネイマールは多分、ネイマール使いづらいなって人あんまり聞いたことないから。でも非常に強い選手、はい、ウィニングイレブン固有の能力を持ってる。これはね、スペシャルワン。はい。続いて、まあ、第2位なんですけれども、はい、もうこの選手しかいないだろうといった感じでいました。うん、はい。ピエール・オーバーメン。ですね、まあ、雷じゃないと。雷じゃない。雷の選手でないんですが、まあ、オーバーメンは、うん、2位です。2位です。これなぜかというと、やっぱウィールでね、最初やる上で、戦力がいない。はい。じゃあ誰か黒玉一人だみたいな感じになった時に、誰を置いとくんだって言ったら、前目に最強に癖やつを置いとかないといけないんだよね。これは強いです。でも、オバメの、この、やばさって、たびたび動画にしてますけど、攻撃力はね、うん、ほんとピカイチ、というか足が速くて、ドドドドドドっていって、ドンっていう点取っちゃうっていうのが、半端じゃなくて、あとこの人チェイシング持ってるんで、相手のね、なんか守備時のラインのところでゴシャったところポン取って、そのまま打ってドンみたいな、感じの選手、とにかく、もうセンターフォワードとしてのウィニングイレブンにおける、能力が半端じゃないよね。うん、まあ、能力って言えばまずオフェンスセンスだよね。うん、見てほしい。オフェンスセンス83で、決定力が82なんでね。うん、でヘディングが82、うん。で、かつこれに加えてスピード瞬発92っていう。だからウィニングレブンだと大体ね、銀で足の速い選手とか金で足の速い選手っていうのは、うん、スピード瞬発があるんだけど、決定力がなかったりとか、うん、ちょっとヘディングがないとかいうのが多いんですけど、この選手の場合は、足が速い上に全て兼ね備えてる。サンチェスとかよりも決定力1上だし、うん、しっかりだからこの部分は多分30レベルだと86とかになってくるんで、これは使いやすいね。これだけ速くて、センターフォワード、うん、本当に使いやすい。やれて、で、しかも空中戦も本当に強くて、強いよ。能力値以上のものが、83から、ある、本当に選手だなと言った感じなんで、187か。うん、まあ一つこれは目安なのかな。雷ならなかったら、オバメオバメオバメって言って、リセマラしといた方が。いいんじゃないかなってぐらい、オバメは強いです。ぜひね、使っていただければ速さとかもわかるんで。そうですね。ツイッターの大会だったら禁止とか、ね、とか多い選手なんで、まあ、それぐらい強いということで。褒められないからね。始めるんだったら、まあ、本当にオバメ、そうですね、いいんじゃないかなと思います。はい、ということで、じゃ第一誰だと言ったらもうこの男しかいないよねということで、クリスティアーノ・ロナウド。まあ、ウィールだとね、ナンバーワンの選手です。はい。ウィールなんでね、まあ一応現実のサッカーだとメッシとか、出てくると思うんですけど、ね、うん、ウィルだったらやっぱロナウドが万人に使える、まあ誰でもいける、誰が使ってもああロナウド強えって思える、のがロナウドです、うんうん、メッシの場合は人選んじゃうからちょっと難しい、だから俺もなんかあんまうまく使えないって人出てきちゃうんですよ、うん、ロナウドはね、ロナウド違うと、ロナウドがうまく使えないっていうことは結構他の選手どうみたいな感じになっちゃうぐらい、ロナウドはやっぱ分かりやすい、見て決定力さ初期値90って、うん、いや、もうね、ザ・ストライカーなんで、オーバメヤンも、もちろん、なんつうの、ロナウドよりも、うん、オーバメヤンの方が、すごい動きが、なんじゃこりゃみたいな動きするときあるんですけど、ロナウドはね、すべて兼ね備えちゃって。すべて兼ね備えて、スピード瞬発がオーバメヤンよりないんで、その分ちょっと、っていう感じはあるんですけど、これね、スタミナもね、やっぱ84あって、で、下の方に行くと、コンディション7なんですね。オバメよりも1個上。
うん、だからそう考えると、まあやっぱロナウドは大当たりというか、1位になるかな。ロナウドがだからいて、ロナウドがいないだけでゲーム変わっちゃったりとかもするぐらいあって、やっぱりね、ウィニングレベルで PS4 だとロナウドってそんなにボールこねれないんだけど、アプリだとね、このね、足の速さ、体のデカさ、ジャンプ、ヘディングに加えて、ボールもこねれちゃいます。だからね、まあ、オーバメヤンも確かに得点力で言えばオーバメヤンもものすごいんですけど、やれる範囲もすごい、やれる範囲とか、あとはスタミナの部分だったりとか、ね、まあ、もろもろ、かっこよさも含めてね、考えると、まあ、この選手1位かなと言った感じがしますね。はい、まあ、ロナウド1位かな。ロナウドだね。といった感じなんで、じゃあ最後、引いていこうか。そうだね、まあ、ライを、そうだね、ライを目指したいね、はい、まあ、ライかオバメヤン、ライかオバメヤン、ライかオバメヤン、いきます。さあどうだ、リセバラかシャン、オバメヤン、オバメ来いっていう感じでね、そうだね、言っていただける、オバメはい、もらった、あ、悪くない。でもこれさ、外れちゃったよね。悪くないね、もらった見れねえんだよ、ワールドカップで。悪くない選手ですけどね、CF で。ただまあ見てもらえば分かるんですけど、さっき見てきた選手と見てもらえば分かるんですけど、ちょっと漏れ足りなさはね、やっぱ感じるかなと。まあ、なんでこのリセマラランキングを取ったかっていうと、うん、黒角のリセマラって本当に多分できる機会がそんなない。ないね、まずそんなに。今回、前回のレジェンドのやつなんで、うん、まあ、だから7選手ぐらいとかから1人。ということで、まあ、リセマラする上でもね、そんなになんか、まあって感じだったんですけど、黒角の場合は本当に何回もリセマラするっていうのが、まあ、できるんで、黒がそのまま出てくるんで、はい、そうだよ、そういった意味では、そうですな、かなりちょっと厳選しやすい環境にはあるんで、はい、ちょっとね、ここ頑張って、いや、ここ頑張りましょう。うん、ライ出して、こっちもやるでしょ。4代目 ?4 代目ね。4代目もやって、まあちょっとパートナークラブスとかもあるんでね、ね、今回引ける最初のやつとかもいっぱいあるんで、はい、まあリセマラしてって、そうだね、ちょっといい選手ね、皆さん、これからウィニングイレブン始める人、ぜひね、はい、ゲットしてみてほしいなと思います。はい、ということで、また次回でお会いしましょう。さよなら。